で、まず、スイちゃん失踪事件。スイちゃんが実はね、失踪したんですよ。僕もほんとびっくりしたし、めちゃめちゃ心配したし、まずは、マリンちゃんがね、アクちゃん、イヤホンを4人で聞ける分配器買ってくる、分配器っていうかなんか、分配器みたいなものを買ってくるって言って、で、それに、スイちゃんが、じゃあ、私、タクシー乗り場まで案内してくるって言って、スイちゃんは、同じマンションの同じフロアにいるから、結構詳しかったの。どこにタクシーが止まるかとかね。だから、じゃあ案内してくるって言って、オッケーって、お願いしますって言って。で、役割分担としては、マリンちゃんとアクタンが機材を買ってきてくれて、その間に僕とスイちゃんでどんな曲を歌うかとか、あとは配信画面の、設定とか、あとは、結構やることいっぱいあった。サムネを作ったりとか、いろいろと、そういうことをね、準備をしていたんですよ。音量の調整とかね、確認とか。1時間後、遅くないか?すぐ帰ってくる、と思ってたんだけど、僕もこの間、結構一人で、スイちゃんと一緒にね、準備をする予定だったものを全部なんか一人でさ、ぼち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 とこう、準備をしながら、あれ?なんか僕、あれもしかしてこれ誰も帰ってこない?みたいな。あれ?これもしかして、一人になるやつ?とか思いつつ、やっぱりスイちゃん帰ってこないの心配だから、結構この1時間の間に、何度も連絡をね、ちょっと入れてたの、スイちゃんに。一緒に行っちゃったの?って。どうしただろうって思いつつ、連絡がね、なく、スイちゃん、どこ?スイちゃんも、一緒に行っちゃったんかな?何度ディスコしても LINE しても返事がない。いろんな方法で連絡を取ろうとしたけど返事がない。そしたら、マリンちゃんとアクタンがただいまって帰ってきて、インターホン、画像で、映像でね、見れるんですよ。で、それで見たんだけど、僕ね、てっきり3人いるかと思ったら、いないわけ!トレイターだって、スイちゃんマジで、トレイターレベルにいなくて、あれ?タクシー乗り場で、別れたけど、スイちゃんいないの?タクシー乗り場とかマジで5分ぐらいなの、マンションから。マジでちょっと、不安だし、心配だし、これ最悪ほら、警察とかさ、そういうのもちょっと考えないといけなくない?配信どころじゃなくない?みたいになって。いやでももしかしたら、部屋帰った?とかなんかいろいろちょっと連絡もつかないので、僕一人で星町県に行ってみたんですが、同じフロアの、誰もいなくて、その時荒町氏もいなくて、誰もいなくて、え?みたいな。タクシー乗り場のね、近くにちょっと行って探してみようかなと思って、ちょっと僕探してくるって言って、まあ、ほんと心配だから、ちょっと探しに行って、見たところ、感動の再会が待っていた。僕、1階のロビーらしきところ、ロビーみたいなところがあるの、マンションの。あるよね、みんななんか。そこにね、いないかなと思ってちょっと見渡してたら、もうね、一瞬よ、一瞬。ガーガーガーって言って、もう飛んできた飛びついてきたスイちゃんが。いやでも、なぜここに合鍵も家の鍵もスマホも忘れて、オートロックで追い出された。でも、ピンポンすれば、入れたのにって思ったら、なんか管理人のおじさんってか、おじいさんが出てきて、別のお部屋に、何度も訪ねていらして、その家から、ちょっと、何度もピンポンが来て、ちょっと怖いというふうに苦情があり、言われて、嘘でしょって思ってさ、どういうことみたいな。もうスイッチ、もう、かなえたみたいな。どういうことつまり、スイちゃん別の部屋にピンポンして、しまくってたってこと思ってさ、やばいよ。そうそう、下手したら警察やばい。もっと逆に、これちょっと別の意味で警察沙汰になってるって、それ、と思ってさ、スイちゃんどこにピンポンしちゃったのって。うちは、999号室もこれ仮でね、999号室だよ言ったらさ、936、全然違うやんなんでスイちゃんが言うには、そもそも同じフロアの体格のね、僕とかなここの部屋と体格の場所にスイちゃん住んでいるので、場所で結構覚えていたらしい。オートロック
の部屋番号を押してうちにピンポンするのがそもそも初めてだったの。ただ今回一人で締め出されてめちゃめちゃ怖かったみたいなので、もうあのこのカリー999号室は完璧に覚えたらしい。あの本当間違えてしまったお部屋の方本当に申し訳ありませんでした、ね、大変失礼いたしました。はい。いや、そうそう、あのね、あくまりと、それ入らなかったら待ってたら、あくまりとね、が戻ってくるじゃんって僕も思ったんだけど、どうも結構テンパったらしくて、近くのスーパーとか、うろついてしまったらしい。あっちやこっち、どうしようどうしようって、うろついてしまったらしくて、なんかその多分、何かのタイミングに入れ違ったっぽい。だよね。そうなんですよ。なんかスイちゃんがピンポン連打して通報されたみたいな。頼む、事実と異なるからやめてくれ。ちょっと飛ばし飛ばしで見たけど、持ってるからね、カラータ。あれ持ってるからね。今にも泣きそうな顔とか言ってたけど持ってるからね。今にも泣きそうな顔してない。どちらかというとスイちゃんは恥ずかしかった。恥ずかしくてしょうがなかったよ。これどうすんの私と思って。カラタってかけようって抱きついたりしなかったのか。それも持ってますね。それも多分私の記憶の限りだと思ってますね。方向音痴でタクシー乗り場から迷子になったと思った。それもあるね。方向音痴が働いたというのも実はある。悪魔りを待っていた方が良かったんじゃないのというご意見もね、私の方来ていたんですけれども、スイちゃん、諸事情で、アイドルだから、ちょっと私はキラキラと言ってるんですけど、キラキラをね、どうしても、放出したくて、キラキラの放出をしたくて、ちょっとコンビニへ行った時に入れ違ったという割と切実な理由でした本当に。テンパったというのも確かにありますけれども。はい、ということで